で、数学の証明問題ってめちゃくちゃ簡単なんですよ、中学校のな。なんでかって言ったら、はいどうも、アキトントンです。今回は中学校の証明問題のやり方っていうことでやっていきます。で、今回扱う証明問題っていうのは三角形の合同での証明問題で、めちゃくちゃ数学が苦手な人向けかな。こういうフォーマット、こういう形で解いたら全部大体いけるよっていうことでやっていくねんけど、一番最初にこの形でやればいけねんっていうことでちょっと書いていくわ。はい、こんな感じで、これ何を意味してんのって言ったら、このまずはこういう形を覚えてほしいねんな。で、三角形の合同の証明っていうのは、一番最初に三角形何々と三角形何々に置いてって言って、こういう風に置くねんな。それで次に仮定よりトゥルトゥルって入れて、バラバラってまた入れて、よって何々なので、合同が証明できるよっていう一連の流れやねんけど、数学できない人、証明できない人っていうのは頭にこれがないねん。だからまずこれ覚えねんけど、で、数学の証明問題ってめちゃくちゃ簡単なんですよ、中学校のな。なんでかって言ったら、この赤色の部分考えるだけなんですよ。どういうことなんって言ったら、今四角で囲った黒い場所っていうのは、正直問題文に書いてます。で、ここ、よってここっていうのは自分で覚えてます。オッケー。だから赤っていうより赤じゃない色やねんけど、黒でもない。問題文には書いてないけど、自分の頭には絶対あるはず。オッケー。じゃあ具体的にどういうことなんかなっていうことで問題見ていくで。例えば、こういう問題。渦で、AB イコール AC、AD イコール A の時、ADE 合同三角形 ACD となることを証明せよってあったとするやろ。で、別にもう何も考えずに一回言ってみようか。何も考えずに、アキトントンこのフォーマット使えって言ってたら、もうここスクショして残しといて。スクショ、はい。オッケー。そしたら、三角形の合同証明しよう。三角形 ABE って言ってるやろ。ABE って言ってるから、ここ ABE って書いてあったらええねんな。ABE。だって問題文に書いてますやん。で、次は ACD って書いてんやろ。だって問題文に書いてますやんっていうことで書くねんで。オッケー。で、仮定って何って言ったら、仮定っていうのは問題文で書いてるやつやねんな。さっきからずっと言ってるけど、何々の時って言ってんねんな。時って言われたらもうそれ仮定やねんな。今回2つ与えられてるよね。ちょうど2つ入るんですよ。オッケー。こんな風に入る。で、ちょっと待って、アキトントンさん、ちょっと変わってるやんってなんねんけど、仮定の時は、AD イコール AE って言われてるよね。でも、これは、こういう置いた時、左に ABE、右に ACD って話進めた時は、左はこの三角形のこと、右はこの三角形のことっていう風に書いといた方がいいっていうか、書かないとダメやと思って。そしたら、AD っていうのはこの三角形の中にはないから、AE を左辺に持ってきた方がいい。OK。それで、ここ。やねんけど、ちょっと一回三角形書くな、問題のな。はい、まあ問題文の三角形を改めて手で書いただけやねんけど、この三つ目は自分で考えてねって言ってんねんけど、どうやって考えんのって言ったら、逆算してほしいね。みんな合同を証明するとき、なんか三角形が合同になる条件って言って三つ覚えさせられてるやろ。残念ながらみんな覚えさせられてるはずやねんな。それ言っていこう。一個目、3組の辺がそれぞれ等しい。あったね。2個目、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい。あったやろ。3つ目、一辺とその両端の角がそれぞれ等しいってあったやん。その3つのどれかが入るねん、絶対。OK、合同を証明したいねんからな。じゃあ、どれかなってちょっと想像してみよう。仮定で、辺、辺って言ってんねん。じゃあこれ2組の辺がそれぞれ等しいってまず言ってくれてんねん。じゃあ、1番か2番やねんな。3組の辺がそれぞれ等しいか、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいかやねんな。いける？で、もうここは慣れって言ったら仕方ないねんけど、3組の辺がそれぞれ等しい時の合同の証明ってほぼ出ないよね。うん。そんな感じで考えてもいいし、またはこれ問題文に辺の長さなんて書かれてないやん。だから仮定ではイコールって言われてるけど、自分から辺が同じやって、辺が同じなんて言いにくいねん。それよりも2組の辺とその間の角が等しいよっていう方が言いやすいねん。オッケー。言いやすいっていうか、角度っていうのは別に与えられてなくても一緒になる時が多いの。で、これちょっと図示してみ。AB と AC が等しいですよ。AE と AD が等しいですよ。で、AE ってここやん。で、この2組の辺とって言った時点でもうその間の角ってここになるよね。
AC と AD、AC と AD、あ、じゃあここが等しいって言えばいいやんって考えてほしいね。それが赤の部分。考えて。どう？共通って言って一緒になるくない？わかる？だからここを考えないとダメね。どうやって一緒になるかなっていう説明をする。で、今回やったら、あ、被ってるわ。三角形 ABE。三角形 ABE ってやつと、三角形 ACD。ACD っていうやつが、こうやって被ってるところやん。A って。あ、これ、角 A は共通って変えたらいいやつやってなってほしいねんな。だから書くね、そうやって。角 A は共通。はい。だからこんな風に書く。角 A は共通なので、角 BAE。ちゃんと三角形で角度を言ってほしい。BAE な。で、CAD。ここ BAE って、BAE って、真ん中左右って進んでる。こっちも真ん中左右って進んだりだけ。CAD な。CAD が等しいですよ。じゃあ、条件どれですか？2組の辺と角だよな。その間の角がそれぞれ等しいので、じゃあここは同じやつ入れればいいだけです。はい、書くよ。はい。こんな風に書けねえな。OK。で、自分で書くときはもちろんこの四角っていうのは書かへんでいいねんけど、とりあえずこういうフォーマットで進めるだけやねん。で、今改めて思ってほしい、考えてほしいのが、ここしか自分の頭使ってないねん。だって問題文、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 覚えてるやつだけやんな。わかる？ここをどうやって見つけるかだけやねん。だから、部分点っていうのは正直ここ、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 ここみたいなの書いててももらえると思うし、このフォーマットは絶対覚えてください。で、え？家庭に肉を与えへん時多いやんとか言ってくるやつおんねんけど、これマジで初心者向け、一番最初に証明できない人向けやと思って、まずはこういう形、こうやって家庭をまず言って、そこで自分で考えて、結論言ってみたいな感じで進むっていうのを頭の中に入れてほしいんで、こういうことを積み重ねていくと家庭が少なくなった時、例えば家庭が1個になった時でも証明できるようになるね。意識してちゃんとこういう形を意識して意識して解いてると絶対数学力ついていきます。 OK、 じゃあ次の問題やっていくよ。はい、次の問題は、右の図で渦じゃないか、 AB 平行 DC、 AB イコール DC ならば三角形 ABO 合同三角形 DCO となることを証明せよやねんけど、もう考えず、別に何も考えずにとりあえず埋めていこうぜ、三角形なんちゃら証明せよって言われてるから変えたらいいねんな。はい、こんな風にまあ書けるやん。で、仮定今回も2個与えられてます。 AB 平行 DC と AB イコール DC で、イコールの方を先に書いてあげて方がいいね。ちょっと後で言うねんけど、まず書こうか。はい。で、三角形こんな問題な。で、なんでイコールを先に書くのって言ったら、三角形の合同の時の条件を思い出してほしいねんけど、三組の辺がそれぞれ等しい、二組の辺とその間の角がそれぞれ等しい、一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいって言ってるから、等しいやつしか条件にならへんねん。じゃあなんで仮定で平行なんて言うのって思ってほしいねんけど、平行っていうのが言えたら、角度が等しいっていうのを証明できんねん。わかる？覚えてる人多いと思うねんけど、平行やったら同位角と錯角っていうのが等しくなんねん。で、中学校の証明でよく平行やったら使うのが錯角やわ。だからとりあえず家庭で平行っていうのを与えられたら錯角探し、ゼーッとになるやつな。いける？じゃあ今回 ABO と ABO、 この三角形と DCO で言われてるから、で、こことここが平行なんやな。ちなみに平行は右矢印な。で、錯角考えようぜーっと作ったら、こことここ等しいってなんでな。で、次こっちやな。逆ぜーっとって考えたら、こことここが等しいってなんねん。へぇー、かったくない？だって、AB イコール DC って言ったら、AB イコール DC。つまり、一辺とその両端の角がそれぞれ等しいから合同って言えんねん。終わり。角は。はい。書くとこんな風になる。まあ、自分で解くときは AB 平行 DC なので錯角は等しいってここまで書いた方が見やすいかなってなんねんけど、今言ってんのは、ここしか自分で考えてないよねっていうことで入れてんねんな。OK。だって仮定で与えられてる。これは自分でやっと見つけただけ。でもその見つけるっていうのも、ある種も分かってること。だって平行って言ったらとりあえず錯角等しいんやろうとか同位角等しいんやろうっていう感じで探していくねんな。わかる。そしたら、これが言えた。一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいっていうのが当てはまるやんってこと。OK。だから合同ですよっていう感じ。いける？
で、まあ、生徒によったら、点点点1、点点点2、点点点3って書かないとダメじゃないんですかとか言ってくんねんけど、あれは全然書かなくてもいいです。だってわかるやんな、普通に。これとこれとこれ。で、もし書きたかったらもちろん変えてもいいです。これぐらい短かったら書かんでも全然 OK です。もちろん長くなったら書いた方がいいよ、みたいな感じではあるから、絶対は別にない。絶対はちゃんとこう論理、理論がしっかりしてるかって言ったわけ。いける？その、道筋となるのが今僕が与えてるこの四角いやつたちやんな。OK？ だから証明を初めて勉強するとき苦手な人とかはまずはこれでやってみて。OK？ そしたらいろんな問題やるときに、あ、ちょっといつもと違うなとか、こんな風にもなんねやとかっていう新しい発見がある。ベースとなるものをこういう四角で考えていてくれたらいいわ。過程があって自分で考えて最後に結論あるよ、みたいな感じ。OK？はい、今回はこんな感じです。どうでしたか？この証明の仕方っていうのは三角形の合同とか三角形の相似っていうのでも使えます。いける？で、まあ、一番最初の方の問題っていうのは仮定大体2個与えられるからあんな風に書いてる。で、難しくなってくると仮定がめっちゃ少なくなります。そこから自分で考えるっていうのが増えていく。でも、形上は一緒やから、そんな風にやったらできるようになる。やってもないのにできないなんて言わないでください。ぜひやってください。まとめのです。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。多分これ見てるの中学生が多いと思うので、中学生の皆さん、僕理科の動画すべて出しているのでぜひ見てください。おすすめです。はい、バイバイ。